白蝶花は、蝶目上げ波蝶上花内の一つの分類単位。白蝶は、白蝶花に属する蝶の総称で、白蝶という和名の蝶は存在しない。南極大陸以外のすべての大陸に分布し、千種ほどが知られている。モンシロ蝶やキチョウなどの馴染み深い蝶も含まれる。成虫の全子蝶は2から6センチメートル程度で、蝶全体で見ると中型のグループである。 成虫の羽は突起がないかまたは少ない。羽の色は白や黄色がベースで、その上に黒や赤の模様が見られる。この模様は種類や性別によって異なる。ただし、ニューギニアを中心に分布する飾り白鳥類や南アメリカに分布するベニオビシロチョウなど黒をベースにした鮮やかな羽色の種類もいる。成虫は羽を閉じて止まる。花にやってきて、 蜜を吸うが、地面に降り立って、水分を吸う習性があるものも多い。幼虫は、褐色の毛虫もいるが、緑色で細長いものがよく知られており、これらは俗に青虫と呼ばれる。モンシロチョウなど、農作物に被害を与える害虫となるものもいる。また、ほとんどのシロチョウの幼虫は、単独生活をするが、中には、ミヤマシロチョウやカザリシロチョウル類のように、幼虫が糸を履いて、 雲の網のような巣を作り、集団生活する者も,もいる。サナギは太陽型で、尾部の鍵状突起と胸の部分の帯糸で上向きに、自分の体を固定する。白蝶花は四つの赤に分けられる。なお、蝶の和名は、最後の、蝶を省くのが普通だが、白蝶は、蝶をつける。薄葉白蝶や薄葉木蝶という蝶もおり、和名の通り白蝶によく似ているが、これらは現在、 アゲハチョウカに分類されている。かつては白チョウカに分類されていたが、白チョウカは足の爪が2分するため、足で見分けがつく。ただし、ジャノミチョウカの黒子のマチョウと薄いロコのマチョウは例外で爪が2分する。ありがとうございます。